では行きましょう。コメンジャン太郎さんのステージです。はい、はい、お願いします。はい、ということで今回はそうですね、最初恋人ごっこという曲をやりたいと思います。マカロニ鉛筆さんの恋人ごっこです。聴いてください。恋人ごっこっていう曲なんですけど、なんかすごいさ、なんだろう、なんていうの、明るいように歌ってるけどちょっと暗い曲みたいなところがめっちゃ好き。次はね、TikTok で流行りの香水という曲をやるかな。ちょっと賛否両論ありますが、私は好きなのでやろうと思います。いけるかな。うん、いきま
瑛太さんの香水聞いてください。ついて曲でした。いやなんかこの曲すごいめちゃくちゃ流行ったよね。なんだろう、なんか YouTube とかでもさ、タレントさんなんかお笑い芸人とかがめちゃくちゃ歌ってみたを出してたりとかねして、なんかなんとかランキング。やばい喉が
なんでやばい。なんとかランキングなんか1位みたいなさなった時あったよね多分。やばいですね今日ちょっと喉が。なんでだろう、どうしたんでしょう。そんな感じなんですけども、そうですね、次の曲はちょっと可愛い感じの曲可愛い感じの曲をちょっとやりたいな。前のねライブでは、前のライブっていうかなんて言うんだろう、この間下北沢でライブした時は結構ね、なんて言うんだろう、低めの音程で行ったから、音程？音？音で行ったから、今回ちょっと高めにしてみました。それでは、こじこじさんのほろ酔いという曲をやりたいと思います。聞いてください。ちょっとやっちゃってほろ酔いで、
とゆいでした。なんだろうね、なんかこの曲すごい淡々としてる曲なんだけど、まあなんかイエイっていう感じだよね。意味わかんねー。うん、そしたらなんかそろそろジャカジャカしたいけどな、これいこう。ね、これもまたあの TikTok で流行ってる、流行ってた？流行ってる？流行ってる？あの浮気されたけどまだ好きって曲、なんかさっきから暗めの曲ばっかりかもしれないんだけど、そうちょっとリリアさんのね、浮気されたけどまだ好きっていう、好きって曲っていう曲をねやろうかなって思います。これもね割と高めの音かな。うん、ということでやっていこうと思います。それでは聴いてください。汚れた君は嫌いだ、君を汚したあいつも嫌いだ、なんとなく気づいていたけど私だけじゃなかったんだよね。ストーリーが更新、携帯片手に不審、見なきゃよかった、悲しくなった、認めたくなかった、最近構ってくれないのはいつかいたからなんだね、今日も私からのない、好きだ私の好きだったのに、嫌いな人も過去の話も全部
い。これもなかなか、なかなかな暗い曲だけど、そうね、浮気先だけどね、まだ好きだよっていうね、伝わってきますね。矛盾する気持ちというか、伝わってくる曲でした。よし、どうしようかな。よいしょ。あれ、私ピックあったわ。すぐなくすんだよね、ピック。なんかそこら辺にペって置いてさ、なくなんない。やってる人しかわからないけど、やってる方あるあるだよね、ピックすぐなくす。じゃあちょっと気分転換にさよならエレジーを弾こうかなって思います。Yeah.
さよならエイジーでした。まあこの曲はなんか安定って感じだよね。でもさ、最近ちょっとあんまりさ、ギター自体をねあんまり触れてなくて、ちょっとねやばいなっていうところはあったね。あったねって感じですね。まああと2曲くらいやれたらいいかな。あいみょんさんの君はロックを聴かないよやろうかなね。ちょっと指が心配だけどできるか。それでは聴いてください。君はロックを聴かない。感じする。
な感じするよね。するよね、みんなね。ゴリ押しスタイルでじゃあ行こうかな。ちょっともうさ、今日あいみょんさん好きすぎかよかって感じ。あ、もうダメだ、口が回らないよ。ちょっとお茶飲むね、さっきからめっちゃ飲んでるけど。あー、そうそうそう、あいみょんさんの曲ばっかりやるんだけど結構安定すぎるから。そう、最近ね、ちょっとこれライブでもやったんだけど、春の日っていう曲をやろうかなって思います。それでは聴いてください。色を変えた
水色に挨拶おかえりなさいと小さく揺れ影を踏む幸せ。はい、ということでコミニャン太郎でした。ありがとうございます。はい、大丈夫ですかね。終わりです。終了ですか。はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、小梅さんでした。はい、ここからトークをしていきます。この間のねステージみたいな感じでね、はい、トークしていきます。皆さんパチパチありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、本当たくさんねコメントたくさんいただいて、ナポさんもパチパチパチ、うん、そうナポさんみたいにねこのタイムラインに投稿するってことオンツイみたいな感じでね、うん、ツイッターと連携した上でタイムライン、ツイキャスのタイムラインねコメント欄に、ツイッターと連携させた上で入れるとオンツイって感じですね。はい、あ、せいちゃんさんありがとうございました。わかりますわかります。ありがとうございました。切なきエレジー、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。コインもね、なんとか貯まりましたね。あ、ナポさん、なんか大人ですね。大人の財力でコインたくさん投げていただきましたね。で、ありがとうございます。大人じゃないじゃないですか。大人じゃない？いや、もうだってね、19ですからね。18歳からも大人ですよ。はい。あ、そうなんですか。じゃあ、私大人だ。リリアさんなんか最近何？人気なんですか。あ、そうですね。うん、リリアね、ツイッターじゃないわ。はい、なんだっけ、TikTok で弾き語りをしていらっしゃる方です。はい、うん、そうそう、キャスファイル6のね、参加アーティストなんですよね。え、そうなんですか。え、見なかったっけ。え、うん、キャスファイル6にね収録されてますよ、リリアさん。ぜひ皆さん、え、すごい、はい、応援してくださいね。キャスファイル1から7まで出てますんでね、その6に。リリアさん1曲目で収録されてますんでね。やば、はい、そうですよ。ね、でも TikTok もちょっとなんかアメリカで禁止になりそうなんでね、どうなるかわかんないですけどね。はい、さあそんな、小梅さん今日はどうでしたか。はい、この間出た時はほんのちょっとだったんだよね。そうですね、なんていうの、オンラインで、うん、やる感じのは、何曲とか、まあ1、2曲だよね、そんな感じだよね。2曲とかですかね、うん、はい。どうでした今日は。たっぷりですよ、さっぷり35分ですね。やばい、なんかもう最初から声の調子悪いなって感じだったんで、弱かったですね。弱かった。語彙力なんか、そう、なんか、なんだろう、最近すごく鼻水が出るんです。鼻水？ちょっと汚い話になっちゃう。コロナじゃない大丈夫？え？コロナじゃないの？何ですか？コロナじゃない大丈夫？あ、コロナじゃないです。アレルギーで。アレルギー？家にいると鼻水が出るっていう。ハウスダスト？ハウスダストもそうなんですけど、私猫飼ってて2匹猫アレルギー。猫アレルギーなんです。猫アレルギーの人ってなんで猫飼うの？いや、猫飼ってからなったんで。なるほどね、うん、はい、2匹飼ってるんですけども、一緒に寝てるからもう朝すごくて。なるほどね、1匹だったら大丈夫だったかもしれないけど。そうなんですよね、増えたんですよ最近。2匹でもそれでアレルギー発症してしまったんですね。ないんですよ。それでちょっとね、鼻声だったりとかして。え、猫は登場しないの？あ、猫ですか？うん、今日は。そうですね。あ、登場する？寝てますね。あ、寝てるんだ。さあ、そしてね、今皆さん見てくださいよ、ね、このクマ。ちょっと皆さん、クマですよ、クマ。で、ちょっと発見したんですけど、クマが何、包丁持ってんだよ、これね。包丁じゃないですよ、これ。包丁持ってんだよ、ね。剣です。そう、やっぱ怖いね。そうです、うん、包丁持たせたら怖い感じ。こんなところに、ナポさんの伏線があったとはね。ナポさん、もうだって私は包丁を最初から持ってるからみたいな、そんな感じだよね。うん、なんかね、うん、
刺されそうですね。だって熊に包丁を刺せることないじゃん。熊はもうだってパンチだけで刺せるんだから。確かに、うん、もう熊だけで十分強い。強いのにね、それでそんな、まあ包丁というか剣ですよね、うん、剣。剣ですね。剣ね、ちょっと乱暴ですね。やっぱりね、小梅さん、やっぱりそういうね、いや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 、キャラクターがそういうところにも出てるんですよ、やっぱり、ね。いやいやいや、見えて乱暴っていうね。出てないじゃないですか、どこに出てるんですか。見えて乱暴。だって、小梅っていう食べ物自体がもう、だってあんな小粒なのに、人の顔を必ず漏れなく酸っぱい顔にさせられるっていうね。ダメージが強い。渋く。うん。で、ステンレスの、金属の弁当箱もに、あの、弁当箱に穴を開けられるそのパワー。え、やっぱり、ね、そうなんですか。え、知らない。ステンレスは大丈夫か。鉄製の金属の弁当に、うん、あの日の丸弁当みたいにしていくと穴が開くんですよ、はい、え、うん、なんで。そういう酸が強いからで、ステンレスが大丈夫なの確か。あ、そうなんですね。そうなんですよ。やばやばいですよ。すごいですね、梅だからね、小梅と言いつつ、うん、侮れないっていう、そういうキャラクターがその T シャツに出てるんじゃないですかね。皆さん、ちょっと怖いですね。強い、強いですか。強い女になります。梅をかぶった熊。ん？何ですか？小梅をかぶった熊。凶暴な熊。かぶった熊。うん、そんなイメージじゃないですかね。そんなイメージ。うん、本当に人は見かけによらないですよね。はい。いやいや、はい。はい。で、なんかあれですね、ダメージチーズとか、なんかそんな感じなんですね。カジュアルなんです。はい、この間、確かワンピースだったような気がしたから。そうですね。全然雰囲気が違うしね。うん。全然違う雰囲気だと思います。そう、膝、なんか穴開いてるし。膝。うん、パックルと。ビヒザ？おっと。自慢の膝ですか？膝ですね、うん、膝にギリギリ。膝に小僧が2人飼ってる感じで。はい、2匹飼ってます。2匹、猫と一緒で。あ、そういえば猫の名前は何て言うんですか。あ、名前はですね、うん、クレオパトラと月読みって言います。何、クレオパトラと月月読みですね。月読み、月読み、月読みです。どういう意味なんですかそれ。なんか、うん、月の神様？あ、月の黄泉らしいです。黄泉って何。あ、そうです。黄泉の、夜を見るっていう。あ、夜の見るのね。そうですね。え、月読み？月読みですね。つくって何？つくって。え、なんか月読みって読むらしいですよ、それで。あ、そうなの。夜に。へえ。はい。月読みって言うんだ。そうなんです。あ、なんか今変換したら出てきた。これ？あ、これちょっと分かんないけど、月に、ちょっと見えない、ごんべんに長いってやつ。いや、違います。違うの。普通に、夜に見るですね。あ、夜に見るだっけ。月に、はい、月に夜に見る。はい。はい。うんうんうん。うん。なるほどね。なんかすごいね。クレオパトラ。なんか歴史が好きなんですか。いやー、私は好きじゃないんですけど、別に。誰がつけたの。お兄ちゃんがつけて。あ、お兄ちゃんそういうの好きなんだ。まあ、そうですね、多分。なるほどね。そっかそっか。はい。あ、兄弟結構多いんですか。あ、お兄ちゃんだけです。お兄ちゃんだけ。そっか。うん、お兄ちゃんは何、大梅、うん、ワン太郎とか言うの。いやいやいや、やばいでしょ、それ。名前のセンス。え、あ、でもそっか、妹なのに太郎なんだね。小梅にゃんじろうとかじゃなくて。そうなんです、太郎なんですよ、ね、太郎なんですね。わ、うん、かりました。はい、はい、なんか雑談の応用能力もありますね。応用力がありますね。うん、本当ですか。このインタビューね、インタビューで真面目にね、ちゃんとしっかりとインタビューに答える人とか、あとなんかこう、うん、アドリブに乗っかってちゃんと答えてくれる人とかね、全然ダメな人とかね、うんうん、いろんなパターンがいるんですけど、結構あれですね、トークは自在な感じの方なんですね。まあ、そうですね、喋、はい、るのは好きですね。喋、ね、るの好きな感じで、あ、いいですね。はい、じゃあキャスラボオンライン向きですね。うん、イエイ。、はい、そうですね、顔出ししてないから喋りでいかないとね、もうね。
顔出ししてみても、はい、顔が映って表情でいろんなもの伝えられるけど、顔が出してないと確かに体とかね、うんうん、声色で声とかね、声色とかね、うん、あでもなんかボディーランゲージも得意そうだし、まあ、その T シャツ自体主張が激しすぎるそう今日なんか顔出さないから主張激しくいこうと思ってドンと真ん中にクマを持ってきました。なるほどね。そのなんかクマね、はい、なんか別バージョンで血しぶきが飛んだなんか感じだったら面白いのねそこになんかトマトジュースとかこうこぼしたら、いや怖い怖い怖い、うん、やだ、帰り血浴びた感じでやだ、やめてください、やらさないでください、はい、私のクマちゃんを、まああのトマトジュースじゃなくて梅の汁をねはい、さあそんな感じでね、梅ジュースかもしれない、梅ジュース、あ梅ジュースって飲める、え飲めますよ、え梅ジュースって酸っぱい、いや甘いのもありますよ、甘いのある、なるほどね、そっか、はい、なるほど、じゃあ梅のことをねたくさん語っていただきましょうか、この後違うんだっけ梅じゃなかったっけ、なんだっけ、何語るんでしたっけ、お菓子ですね、お菓子ですね、はい、わかりました、じゃあここから辺で呼び出してみましょうか、はいはい、はい、ナポさん、はいナポさん呼び出してみましょう、はいはい